松山市堀江町の三浦美術館で生誕100年菰田光子展森助とノスタルジアが開かれています。菰田光子さんは画家菰田森助と結婚後一旦 F で置きましたが、夫の亡くなった後再び描き始めました。光子さんの描いた家族や毎日の何気ない風景、そして祭りやサーカスなど独特の目線で描かれたノスタルジックな作品や、夫森助さんの作品を合わせて83点を展示。今回は娘京子さんの作品も展示されています。こちらの美術展はどういった美術展になりますか？はい、今回は私の母親が生きていたら100歳になるんですね。で、その記念に皆さんに絵を見ていただけたらきっと母も喜ぶかなと思いまして、この美術館で、開かれることをとても喜んでおります。どういったものにご注目してほしいとかございますでしょうか？ありがとうございます。そうですね、私の母は、40歳ぐらいから絵を始めたので、それから30年ぐらいだん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 上手くなって自分の世界を確立したと思うんですね。そこら辺の流れも、見ていただけたらいいなって思っております。私の母は、松山出身の父と結婚して、でこの松山の郷里で、こうやって母の絵が発表できるっていうのは、とても二人が仲良かったので、こういうことに、なんでしょうね、導かれたというか、そこら辺もとっても感謝していて、松山の皆様にも多く見ていただけたらいいなと思っております。はい、この生誕100年菰田光子展森助とノスタルジアは2022年1月30日まで三浦美術館で開かれています。